木の葉の、それも内葉の神社の地下にこんなとこがあるとはね。さて始めるわよ。式風神海、その巻物に書かれている術を使うにはこの面が必要なのよ。これを使い式風神の死神を己に憑依させ導き出す。そして死神に封印されているものを解放すれば。十五、サスケ、水月、準備なさい。あとは十五、あなたのチャクラを使ってサスケから奴らを外に出しなさい。そうすればトビがサスケの感触につけていた舌がそのチャクラにこうして表へ出てくるはず。彼らはあの四人を呼び出す生贄となってくれるわ。江戸天聖の術。さあ来るわよ、すべてを知る者たち、先代のおかげたちが。これが初代火影、忍びの神と謳われた千住柱間の本物か。これは一体どういうことだ。我々を封印していた式風神の術、おそらくはそれを解いたのでしょう。そしてその後江戸転生を。初代様、どうやら我々はこの世に再び蘇ったようです。貴様、また江戸転生の術か。わしの作った術をこうやすやすと。今回は少し事情がありましてね。彼のたっての希望で話し合いの場を設けたまでです。俺は内葉サスケ、あんたたちほかげに聞きたいことがある。なんとサスケか。三代目イタチになぜあんなことを。もう知っているようじゃな。あんたの口から聞いておきたい、イタチのすべてを。同胞を皆抹殺し反乱を止め、それにつながる戦争を一人で食い止め、暁にスパイとして入り込んでまで里を守った。わしにお前を里で守ることを条件に出してな。やはりそうか。初代火影、あんたに聞く。里とは何だ、忍びとはそもそも何なんだ。イタチは、兄は木の葉に利用されたにもかかわらず命がけで里を守り、木の葉の忍びであることに誇りを抱いていった。己が死んでまで守ろうとする里とは一体何だ。こんな状況を作り上げた忍び、それを良しとする忍びとは何だ。あんたの言葉を聞いて本当のことを知ってから自分で答えを出したい。木の葉に復讐するのか、それとも。木の葉へ復讐だと。それをこのわしが許すとでも。扉間、指を下ろせ。わかった。ガハハハ、いやすまんすまん。さて
里についてか。もちろん話してやってもよいが、血と長くなるぞ。いいえ、できれば早急にこの子の聞きたいことを話してあげてください。どういうことじゃ。今は戦争中です。内浜だらが復活し、この世の忍びを消すつもりで動いています。確かに、ここから二次の方向、何やら強いチャクラを感じる。二代目様のおっしゃる通り、強烈なチャクラを感じる。でもそれ以外にもいくつか。これはそうか、この感じ。ナルト、お前も戦っているんだな。ならば話は後じゃ。マダラが復活したのなら、ここでおとなしくしているわけにもいかん。いいえ、戦場へ向かいたいなら話を済ませてからです。サスケ君が納得しなければ、あなたたちを使って木の葉を潰すことになりかねませんよ。オロチマル貴様。オロチマルとやら、心配するな。分かっておる。まずはその子を縛っておるわだかまりを解いてやる方を先としようぞ。さて、ではどこから話すべきかの。そうよの、まず里と忍びについて語るには、内派と千住、マダラと俺についてからだの。激闘に続く激闘。マダラも俺ももはや限界が近く、互いに最後の激突が近いことを悟っていた。とどめを刺せ。できないか。それが柱間、お前の甘さだ。くっ。俺は俺たちの、いや俺の里を守る。何があろうとも、里を守ることが何より人を、忍びを、子供を守ることになると俺は信じる。たとえそれが友であろうと、兄弟であろうと、我が子であろうと、里にあだなす者は許さぬ。本末転倒だな。
が里の闇になる。いずれ。俺はこの時覚悟を決めた。今を見守るために耐え忍ぶ覚悟だ。今マダラがどう復活したのかは分からぬが、俺は確実に友を殺した。里のために。そう、里とは始まりに、マダラと俺が望んだ里とは一族と一族をつなげるものだった。無秩序から秩序を形作り、それを保つための大切な要だった。子供たちを守り、無駄な争いを避け、平和を実現するものだった。だがお前の兄、イタチが背負ったような闇を生み出してしまった。マダラの言ったことは正しかったのかもしれん。この状況を見据えていたのかもしれん。この状況を作り上げてしまった忍びとは俺だ。そしてそれを良しとした忍びも俺でしかない。そして思う、忍びとは目標に向け耐え忍ぶものだと。ただ何を目標に置くのかで忍びも変わる。俺とマダラのように。忍びとは耐え忍ぶもの。目標を叶えるために。俺にとってそれが里作りだった。だがマダラは別のものを見つけたようだ。さっきオロチマルとやらが言ったマダラが復活しこの世の忍びを消すつもりとは、具体的にどのようなものかは分からぬが、無限つくよみ。里も忍びも国も民も関係ない。ただ全てを現実にはめ、己の思い通りに操ることだ。俺の兄があんたたちが守ろうとしてきた全てのものを無にするものだ。ならばなおさらここにとどまっているわけにはいかん。果たして初代ホカゲの話を聞いてあなたの考えはどうなったかしら。やはり刃を木の葉に向けるのか、それとも。許せサスケ、俺はお前にいつも許せと嘘をつき、この手でお前のことをずっと遠ざけてきた。お前を巻き込みたくはなかった。だが今はこう思う。お前が父を母を内葉を変えることができたのかもしれないと。俺が初めからお前とちゃんと向き合い、同じ目線に立って真実を語り合っていれば、失敗した俺が今さらお前に上から多くを語っても伝わりはしない。だから今度こそ本当のことを少しだけ。お前は俺のことをずっと許さなくていい。だがお前がこれからどうなろうと、俺はお前をずっと愛している。俺は戦場に行く。この里をイタチを無にはさせん。決まりだ。では早速向かうとしようぞ。それがあなたの選んだ道というわけね。では見せてもらおうじゃない。内葉サスケ、あなたが起こす新しき風を。
覚えてるか、ガキの頃にここで話したこと。ああ、あの時は正直冗談かと思ったがな。ひどいやつぞ。俺は冗談であんなことを言うような性格ではない。しかしまあ、本当におかしなやつだったよ、お前は。子供のために学校を作り、兄弟が死なない里を作る、だったが。うん。自分がガキのくせに大きなことを言いやがると思ったが、うん、悪くない夢だった。俺の描いていた夢と同じだった。だからこそ俺はお前と共にここにいる。だな。この葉隠れの里から、今の俺にとってこの里は守るべき大切なものとなった。ふん。ところで、火影就任の件は考えてくれたか。何？あれはマジな話だったのか。てっきり冗談だと思って流していたが。何を言ってる。俺は本気ぞ。火影役にはお前が適任。これからは里の長として皆を導いてもらう。そして里の象徴としてこの崖にお前の顔を彫るのだ。いや待て、そういうのは俺らしくない。お前の意思は関係ない。せいぜい恥ずかしがるがよい。てめえ、半分嫌がらせじゃねえか。ずいぶんと様になってるじゃないか。その服も。この服は本来ならお前のものだ。俺は今でもお前こそが火影にふさわしいと思っている。違うな。ことは民主的に決まったことだ。民はお前を選んだ。お前が火影だ。まだら。この石碑、これは内派に代々伝わる石碑。解読するには動力が必要な特別な読み物だ。今俺が解読できるところまでにこう書いてある。一つの神が安定を求め、陰と陽に分極した。相反する二つは作用し合い、神羅万象を得る。つまり相反する二つの力が協力することで本当の幸せがあると歌っている。だが別の捉え方もできる。ん？まあいい。今のお前に話しても無駄なこと。どういうことだ。柱間、俺は里を抜ける。お前とはここまでだ。あ、なぜ。この里に誰も味方はいない。誰も俺を認めない。俺はお前なしではやれない。火影の右腕として、兄弟として協力してくれ。いずれ民もお前の良さに気づく。その時、二代目火影として。お前の後はおそらく扉間が火影となろう。そうなれば内派はいずれ消されていく。それが分かっていて、里を出るよう内派の他の者に声をかけたが、これ以上は無理だ。俺は里を出ていく。俺は別の道を見つけた。待て、今は皆がお前を誤解しているだけだ。現実をどう捉えるかだ。ただ卑屈なのはやめにしよう。この世はただの余興と見る方がまだ健全だ。おい、俺の話を聞いてるのか。俺と対等に争えるのはお前だけだ。まだ本当の夢への道へ行くまでの間、お前との戦いを楽しむさ。
本当の夢とは何なのだ。なぜ何も教えてくれない。ホカゲ様。何事だ。うちはマダラが木ノ葉に。そうか、戻ってきてくれたか。木ノ葉隠れに謀反。先遣隊は全滅。第二陣第三陣を送っていますが、すでに被害甚大との報告が。住民たちの避難は進めておりますが、いかんせんマダラの進行を止められません。ホカゲ様、いかがなさいますか。ホカゲ様。何を言ってる。何を。マダラ、この里は俺たちが作った里ぞ。なのになぜ。ダメだ、わからぬ。お前の考えがもう何も。思惑と野望が闇夜の中に渦巻いていた。かつての思いはもはや枯れ果てたのか。その先に待つものは絶望だけか。果たして言い知れぬ痛みを胸に、千住柱間は友へと挑んだ。深淵にただ一寸の希望があることを信じて。